はい、はい、お座りして。まだだよ、まだだよ、まだまだだよ。はいはい、愛ちゃん、今日は中秋の名月なので残りご飯と片栗粉で団子を作りました。アイスは団子を食べるの初めてだね。ちゃんとできるかな。はい、じゃあじゃあお手、はい、おかわり、先に伏せしちゃったね。小さく切ってくるからちょっと待っててくれる？大丈夫？待てだからね。一個ない。はいちゃん？アイス、こっち見て。ちゃんと食べれるかな。丸のまま飲み込まないでよ。美味しかった、美味しかった。あ、ちょっと待った、また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 、ダメ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 だよ。これは違う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 でしょ、違うでしょ、これ、これはね、違うでしょ。まずあーちゃんのこっち、はい、待って待って、はい、お手、はい、おかわり、はい、上手、待てだよ、よし。よし。一個ずつ一個ずつ。
して、じゃあ最後に。もうないよ、もうないよ。はい、もうないよ。はい、はい、ごちそうさま。はい、お座り。はい、じゃあお座り。来て。このススキは一応15本、今日取ってきました。今日は曇りで月が見えないということなので、早めの中秋の名月。こら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 、はいちゃん、はいはい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。またね。